陳夢家は、中国の考古学者、中国科学院考古研究所研究員。新月派の詩人でもあり、ペンネームは、陳万かな。1911年、南京市のプロテスタント長老派協会の牧師の家に、生まる。1932年に、国立第四中山大学法律学科卒業、その後遠京大学宗教学部に入学。 1934年から36年まで、姿かのえ教授のもと、小文字学を専攻。その後、チンを大学、遠京大学、日中戦争中には、混迷に疎開していた、西南連合大学で教鞭を取る。また、新月派の詩人女子まと、聞き地下に指示する。1936年、遠京大学卒の遠京大学西洋、語学科教員を務めていた。 蝶津田と結婚。1944年から47年まで夫婦で、アメリカシカゴ大学に留学。陳夢家は中国小文字学を教え長は、英文学科に入学する。また、在米期間中、中国青銅器を所蔵する個人、博物館、骨董品屋などを訪ね歩き、欧米に散逸した、昇州時代の青銅器の資料を収集、後に、 海外中国銅器図録公爵第一集、アメリカ帝国主義に略奪された、我が国の因州時代同期収録などとして出版する。1947年帰国、聖火大学中国文学科で教鞭を取り、高骨学や青州の青同器、木管、畜管の研究で成果を上げ、中国を代表する小文字学者、考古学者に数えられた。1951年、 中国共産党による知識分子思想改造運動とアメリカ帝国主義の文化侵略の生産が展開されると米国帰りのチンユメケもその運動の対象となり聖火大学で猛烈に批判された後中国科学院考古学研究所へ移動させられている。また北京大学欧米語学科で大学院の指導をしていた妻の張津多も過度の刺激によって 統合失調症を患う。しかしその後、世間の喧騒から離れた、陳夢家は、文献精査と著述に没頭し、代表作である、隠居牧師、創術、中国同期総録、青州同期団体、カンカン綴り術、小書通論等の重要な著述を、次々と発表した。1957年に、百科製法百科総名運動が始まると、4月、 陳夢家はこれに応える形で漢字改革を慎重にせよと漢字の前途に関してを発表し漢体や座採用による文字改革及び漢字のローマ字による評音文字化政策を批判する。しかし毛沢東は運動を反右派闘争へと方針転換。陳夢家は将来連盟反対文字改革的急戦法とされ、光源、向井通る、雷回収。 大重民とともに、歴史学会の五大右派の一人として、猛烈な批判を受ける。さらにかつて親しくしていた、リマナブキンからも攻撃される。最終的に、中国政府は、チンユメ家を特急右派として、河南の農村へ、家法考古学法への連載が停止され5年間一切の、発表を禁じた。しかし厳しい状況にもかかわらず、チンユメ家はなおも研究に励む。 1959年、甘縮省 V 市官房から、V 官官が、出土。1960年、陳夢家も、出土資料整理のために、甘縮省に出向し、3.4年の間に、官大の木館、畜館に関する論文14本を発表。その学術功績が認められ社会、科学院考古学研究所に呼び戻される。しかし、1966年夏、 文化大革命が勃発、陳夢家を容赦なく襲う。昭来同盟という濡れ衣に加え、革命烈士で恩師である危機一多を攻撃したという、罪も着せられ、髪の毛を恩苗刀に反り落とすといった侮辱を受け、住宅は没収、収集した、民進大の家具や骨董品、蔵書なども持ち去られた。1966年8月24日、吊り上げを受けた。 陳夢家は、その夜、もうこれ、以上恥ずかしめを受け続けるわけにはいかないと憤然と、語るが、それを聞きつけた、考古学研究所の人たちに、考古学研究所に軟禁される。陳夢家はその夜遺書を書き、睡眠薬による、服毒自殺未遂を起こし、さらに10日後の9月3日、再度一種自殺により、死亡、去年55、自殺ではなく、 公衛兵に殴り殺されたのだとも言われる。1979年、考古学研究所は、陳夢家のために追悼会を挙行、林表や四人組の反革命修正主義路線によって迫害され、死に至らしめられたとの声明を発表した。ありがとうございます。